ケリスの行き当たりばったり。この番組は自由に楽しく人生を生きたい人に向けて、ケリーが音楽、ダンス、映画、フィットネス、ライフハックなどをソロ雑談形式でお送りする番組です。今回のテーマは新しく体験してみたフィットネス3選。1つ目、ズンバ。2、ピラティス。3、太極拳についてお話ししていきます。はい、というわけでまず1つ目、ズンバについて、話していきたいと思います。まずね、ズンバ正直よく分かってないです。っていうか全体的によく分かってないです。ピラティスも太極拳もっていうのを前提に聞いていただけると、まあ本当に初心者が言ってきた感想だと思って、まあ聞いていただけるといいかなと思っております。まあこれを参考になるか分かんないですけど、まあ少しでも興味を持ってもらえたら、ぜひね、足を運んで体験してみたらいいのではないでしょうか。何目線だっていう感じですけどね。まあいいや。というわけで、まあズンバ、行ってきたんですが、まあ他にも、まあズンバ自体がそのダンス系のフィットネスなんですけれども、まあ楽しくダンスしながら、フィットネス、同じことしか言ってないですね。まあするものなんですけれども、まあ海外でも、広く行われているこのフィットネスなんですよ。で、なんでそんなに広く普及しているのかなっていうのも、まあ興味の一つであって、まあ行ってきてみたんですけど、まずね、あんまり説明がないんですよね、ダンスの。まあインストラクターの先生が、動くので、それに従って、なんだろうな、見よう見まねでやっていくんですけど、先生はね、日本人なんですけど、まあなんか手とかで指図、急出しってなんか先生とかは言う、インストラクターの人はよく言ってるんですけど、まあ急出ししてくれるので、まあその指示に従って、なんとなく、あ、次はこんな動きなんだなっていうのを見ながらやっていくっていう感じですね。で、まあ私の場合は、まあ他のプログラムも受けてたので、まあその時に、習った動きとかがあったので、まあ比較的スムーズに、できたかなっていうのもありますね。はい。で、なんだろうな。本当に、ジムとか、なんだろう、そういう地域の集まり、コミュニティのズンバに初めて行ったら、まあ最初はちょっと戸惑うかもしれませんね。もし、ストリートダンスとかやってたんだ、ストリートダンスとか、体育とか好きな人だったら、まあ、楽しくできるかもしれないんですけど、なんだろう。まあでも、ストリートやってたとしても、結構ね、ラテン系のノリが入ってくるんですよね。それが、なんか私は、個人的には苦戦というか、なんかあまり慣れてないリズムとかなので、まあ、三拍子だったりとか、なんだろう。ラテン系、なんだろう、サンバ、違うな、なんだ、なんだろう、社交ダンスのジャンルであるじゃないですか。ラテンかな、サンバ、ズンバ、語呂合わせだけみたいになってるな。っていう感じで、まあ、ラテン系のノリが好きな人だったりとかはおすすめかなと思います。あとはその、見よう見まねが上手い人。意味わかんないですね。振りコピとか好きな人、見て覚えられる人は比較的楽しめるんじゃないかなと思います。なんか他にもいろんなダンス系のフィットネスあるので、まあそれをいろんなの体験して、なんだろうな、やってみ、そのうちの一つとして一個体験して、楽しければまたどんどん深掘りしていってもいいのかなと思います。でね、やっぱりなんか、口というか言語での説明がないので、なんか海外にいるような気分になれるんですよね。そういう意味ではなんか新鮮でした。はい。
ということで、一つ目のズンバでした。個人的にはちょっとなんか物足りない感じはします。まあ一回しか行ったことないんで、まあ先生とかの相性とかその時の曲だったり振りだったりもあると思うんですけど、まあなんかなかなか通える曜日じゃなくて、すごい思い切ってなんかもう運動したいと思って、なんか今日も早く帰りたいと思って、物も準備していったので、結構突発的に行ってきたという感じでした。はい、というわけで次のピラティスのお話に行ってみたいと思います。はい、続いて2番目はピラティスです。これはね、祝日にまあピラティスと次の3番目の太極拳、行ってきたんですけれども、ピラティスはなんとなくヨガとピラティスの中間みたいな、プログラムには行ったことあったんですけど、ピラティス準ピラティスは行ったことなくて、まあ興味があったので行ってきました。で、そのヨガとピラティスのいいとこ取りみたいな、プログラムはすごいね、腹筋とかガンガンあったので、そういうなんか筋トレガンガン系のフィットネスプログラムだと思ってたんですけど、まあ全部に言えるんですけど、まあ、行った時の内容にもよると思うんですけど、めちゃくちゃ体幹のトレーニングと、なんだろうな、骨盤矯正みたいな感じのイメージの強いプログラムでした。で、一見ね、地味な動きとかが多いんですけど、むちゃくちゃしんどかったですね。ヨガではないです、確実に。で、なんかヨガは比較的呼吸が腹式呼吸、お腹から息するような感じらしいんですけど、ピラティスは胸式呼吸って言って、なんか胸で息する感じですね。吸う時は、下っ腹はへこませて、胸の肺を横に広げる感じ。吐く時も肺というか胸を維持したままお腹は膨らませる感じらしくて、結構ね、その呼吸法だけでしんどくて、まあ仰向けになって呼吸とかしてたと思うんですけど、起き上がったらもう頭痛がするレベルでした。ちょっとね、本当に体調悪いのかと思って。ちょっと危ないかなと思ったけど、まあなんとか耐え抜きました。で、ストレッチみたいな感じの動きもあって、でもなんかヨガとは違うんでこうしてくださいとかっていう話もあったり、あとはちっちゃいバランスボールみたいなのを使って体幹とかバランス感覚、左右対称な感じで、調整していくっていう感じですね。いけてんのか、これは。体幹、腰、骨盤みたいなあたりがキーワードですかね。これはね、また行きたいなと思ったんですけど、なんせ祝日になんかもう体験しに行ってるぐらいなんで、普段ね、なかなか行ける時間帯にやってなくて、まあ、なんとか詰め込んだら、仕事を早く終わらせていけたりとかは、すると思うんで、ちょっとまた今後行ってみたいなと思うピラティスでした。あとね、先生も結構面白かったんですよ。もうめちゃくちゃ大阪のおばちゃんっていう感じだったんですけど、なんかハキハキしてて面白かったですね。あとはなんかロッカーでチラって、なんかすごいトロピカルなショーパン履いてる人がいて、あ、イカしたショーパン履いてんなって思ったら、その人が先生でした。はい、どうでもいいエピソードですね。というわけで、ピラティスは結構、なんだろうな、体幹弱い人とか、骨盤調整したい人とか、姿勢を正したい人とか、もともとなんだっけ、軍人の、リ
ハビリみたいな感じのが発祥で生まれてきてるものなので、結構そういう整える系ですね。まあ、ピラティスは体を整える、ヨガは心を整える的な感じで調べたら載っていたような気がします。というわけで、体幹を、体を鍛え整えたいならピラティスおすすめですので、ぜひ行ってみてください。はい、続いては太極拳です。3番目、太極拳です。まあなんとなく異色ですよね、このピラティス、ズンバ、太極拳っていう並びも。まあちょっと興味があって、まあ行ってきましたというところですね。まあズンバはダンス系、ピラティスは体整える系、太極拳は運動不足解消にいいらしいですよ、先生曰く。結構ね、あのご年配の方向けかもしれませんね、まあ、動きが遅いっていうのもあるんですけど、あとはちょっと他とは違うのは武術っていうところですね。中国の武術です。で、日本の武術、空手とか柔道とかは結構まっすぐな動きが、直線的な動きが多いらしいんですけど、中国の武術は回線、回る動きが多いらしくて、その辺が特徴だそうです。で、まあ型っていうのがあって、これもね、他のピラティス、ズンバとかにと比べて知識がもうゼロに等しいんですけど、型っていうのがあるじゃないですか。それが、まあ、左右対称で脳トレにもなると。動きも遅い、関節にもそんなね負担がないということで、本当に年配というか、ちょっともうちょっと年を召してからやりたいなっていうふうに思うような動きですね。本当老後に公園とかでやりたいレベルですね。で、なんだっけな、あ、やばい、カンペがないのですぐに言えないんですが、まあ一つ、型の練習をして、最後に通しで、私が行った時のプログラムは42個の型を連続でやるっていうのが、まあ演舞とかである太極拳だったんですよ。で、その42個ぶっ続けでやるのは結構ね、向きとかも変わって、すごい先生も教えるのが大変そうに小走りしながら、すごいあの動きは遅いんですけど、やることは多いので、両手動かして足も動かして、目線とかの指示もあったりするので、なんせ武術なんで相手の方、一人で動いてるんですけど相手の方を見るだったりとかっていうのがあって、結構ね先生は大変そうでした。しかも中国語なので、まさかの先生がスケッチブックを急にもそもそ取り出してきて、フリップ芸が始まるっていう、ジムでまさかフリップ芸が見れるとはっていうところだったんですけど、まあ中国語の漢字と読み方と、それが本当に42個の型分バーバーバーっと説明が書いてあって、その時はまあその時の型の説明をしてもらったんですけど、さらになんか週末に大会があるとのことで、大会のお知らせも挟み、タイムテーブルのプリントもあるので、ぜひよかったら持って行ってくださいみたいな、すごいやり手の先生でしたね。そんなジムで告知をめちゃくちゃ受けたのは初めてだったね。ちょっと異色の面白さでしたね。というわけで、あ、なんかあんまり太極拳自体は伝えきれてないような気がするんですが、でもなんかもう雰囲気はもうほんと中国って感じで、先生もチャイナ服、なんかズボンタイプのやつなんですけど、生徒の人も結構チャイナ服着てる人がいて、なんかいつものスタジオじゃない、雰囲気が違うみたいな感じで、ちょっとそれだけでも面白かったですね。しかもそこでズンバも
太極拳もやってて、もう全然雰囲気が違う。なんかジムなのに海外に行ったような気分になったり、中国に行ったような気分になったり、結構面白いですよ。はい、というわけでちょっと短めですが太極拳についてでした。はい、ということで、フィットネス新しいプログラムに参加してみた参戦、こんなタイトルだったかな、ズンバピラティス太極拳行ってきました。まあ、一番続けてみたいなと思ったのはピラティスで、ズンバもまあまた機会があれば行ってみようかなっていう感じで、太極拳はもうちょっと年を召したら公園とかでやるようなコミュニティに入ってやってみたいなと思っております。で、全然別の話になってくるんですけど、まあたまたまなんか新しいことを2割取り入れようみたいな話を聞いて、たまたまこの2月ですね、全部確かやったのが、まあ新しいことを取り入れられたのは良かったかなと思ってるんですけど、1週間で計算したら7日あるとして、1.4 日新しいことをすると2割、30日だと6日何か新しいことをすると2割、365日1年を通すと 2.5 ヶ月新しいことをしないと2割にならないんですよ。 2.5 ヶ月だいぶパイでかいですよね。 25% なんか超えてる気がするけど、で24時間でまだ計算してないんだけど、頭の速い人は暗算でいけてるかなって思うと、結構新しいことを取り入れないと毎日が単調になっちゃいますよね。結構私どちらかというとルーティーンにしてたんですけど、最近まあそのルーティーンの中に新しいことを2割ずつ入れていくと、ちょっとなんか日々の生活に変化が訪れるかなっていうので、またねピラティス、ズンバ、太極拳以外もどんどんね体験してみたいと思っております。というわけで、そこそこポッドキャストの収録もうまくなってきたんじゃないでしょうか。というわけで、結構ね2月収録もできてなかったし、アップできてないので、もう一本2本撮りでいきたいと思います。今回は珍しくオープニングを5回も撮り直してこのクオリティです。もっとね、よくな、もっと、カミカミじゃないですか。もっと、面白く、楽しく喋れるように、ちょっと編集、あんまり編集してないですけど、もう、喋りで、賄えるような感じにしていけたらいいなと思っております。はい、手焼きて、あ、締め方が分かんない、やばい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 。あ、そうね、なんだっけ、お気に、アンカーのお気に入り登録、スポティファイのお気に入り登録、ポッドキャストはこのまま上がるか分かんないですけど、よかったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。ツイッターやインスタグラムもやっているので、気になった方はぜひフォローなどしてチェックしてみてください。はい、というわけでケリーでした。ケリース、バイバイ、またね。